どうもこんばんは、シャンクです。今日はですね、ベアトリクス、調整後のベアトリクスについてちょっと話をしていこうと思います。調整後のベアトリクスなんですけど、アビリティがだいぶ変わりまして、確定 TA、 あとミゼラブルミストと合わせて、攻撃力を下限以下に下げれることと、あと自己排水プラス、逆境ですかね、逆境バフ持ちになりましたね。で、それプラス、自分の残り HP が少ないほど連続攻撃確率がアップ、回避率アップと、あとトリプルアタックが発生するごとに扇の、ダメージが上がっていくということで、だいぶ強化されたと思います。で、まあ闇属性に関しては、まあ水着ゾーイとジャンヌダルクと、あとまあ、この2人は結構確定でスタメンに入っていると思うんですけども、排水を生かすとして、残りの1枠をだいたい自分は黒騎士か、オリビエを入れてました。で、まあ酔い闇の恐怖もしくは恐怖ということ で、オリビエはちょっとね、このスタメン2人に比べて火力がちょっと低いなと感じることが結構ありましたが、まあ黒騎士に関してはですね、サポアビで HP が低いほど攻防アップっていうものがついてますんで、まあ、攻撃力も申し分ないといった状況でしたが、まあ、ここにベアトリクスが入ってきて、まあ確定 TA 持ちで逆境バフ持ちっていうことで、まあ、それプラス、まあ連撃率も HP が少ないほど上がるということで、この2人を存在になるのではないかと思っております。どうですかね、短期戦ではベアトリックスで、長期戦では黒騎士みたいな感じになるんじゃないでしょうか。で、まあジャンヌダルクはまああれですよね、サポートアビリティの強さと、あとニアビーの強さで、まあ、スタメン確定してるって感じの強さなんですけど、水着ゾーイに関しては、言わずもがない、ニアビのコンジャクションで HP を1にできる、排水を最大限活かせる、プラス、1アビで逆境効果がつけれるというところですね。で、自分がベアトリクス結構強いなと思うところがですね、3アビの、まあ、逆境効果はもう8ターン続くっていうこともそうですが、まあ、確定 TA プラス、この LB でですね、排水が2つついているプラスクリティカルが2つあるっていうことに関してちょっと強いかなと思っております。で、排水に関しては HP が1の状態で、この排水台だった場合、確か 9% ぐらいだったので、2つ合わせて、まあ 18% ぐらいですね。まあこれ、まあ HP1 での話なので、まあ 60% ぐらいになってきたらどうやって話なんですけど、それでも確か 3% とか 4% とかそれぐらいはあったと思うので、一つでですね。なので、まあだいたい 8% ぐらい攻撃力が上がるっていうのは結構大きいんじゃないかと。で、それプラス、まあ、逆境バフっていうものもつけれる。で、しかも8ターンということで、で HP が減るほど連撃率も上がる、回避率も上がるっていうところで、TA が出れば、扇ダメージも上がりますし、そういう面で結構自分は強いかなと思っております。で、ここで、まあ、水増益を持ってる場合なんですけど、まあ、だいたい HP が1から始まる感じになってどんどん回復していくんですけど、まあ、だいたい1ターン2ターンぐらいは減衰叩く状態になるんですよね、装備が揃っていると。で、ベアトリクスの強さの一つとして、まあ例えば排水装備がそこまで揃ってないよっていう方に関しても、結構火力を出しやすいんではないでしょうか。で、まあ先ほど言った LB に排水が2つついていることで、クリティカルが2つついていること、プラス逆境バフっていうものを自分でつけれる、プラス自己排水ができる、プラス、まあ、確定 TA ができる、で扇のダメージも上げていけるっていうところで、減衰を叩けないっていうような方に関しては、結構ベアトリクスの使い勝手がものすごく他キャラに比べてはいいと思います。で、実際トライアルで一回見てみましょう。
はい、やってまいりましたトライアルですけれども、もうここで一応デバフを入れて、入れたらよかん、私に続けで、まあ先にこの3アビを使うことですね。3アビを使ってコンジャクションを使う。何度だってな、風穴を開けてやろう。だいたい2ターンぐらいは、まあ減衰を叩けるんですけど、これから先の攻撃力ですよね。覚悟しろ、逃しはしない。こういった感じでですね、逆境バフがついてるっていうところで、他キャラと比べて攻撃力が高い、 HP が高いにもかかわらず攻撃力が高いということが分かっていただけると思います。でここでまあジャンヌとゾーイの逆境バフでどうなるかというところなんですけど、大体同じぐらいなんですよね。まあ、ゾイと比べて HP が高いにもかかわらず、まあ、ちょっとダメージも出てるっていうところで、まあ、ベアトリックスの強さっていうのは少し分かっていただけるかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ベアトリックスに関しては、まあ、そのステータスも結構そこそこ高めでもありますんで、まあ装備が揃ってないような方にも結構単純におすすめできるキャラクターになったんではないかと思っております。まあ排水装備が揃っていくと、だんだんまあ役割分担という形で、まあ黒騎士とかあとオリビエとかあの辺にまあ席を奪われがちなんですけども、それでも短期決戦であったりとか、まあ長期化しないような中期的な戦いで火力をボコボコ出していきたいっていう時には結構使えるキャラなんじゃないかなと思いました。なのでまあ実際黒騎士や、オリビエの席を奪う、もしくは同列に位置するような感じのキャラになったんじゃないかなと思っております。以上、皆様の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。シャンクでした。